けんちゃなよ。大丈夫。お疲れモードかも。まあそういう日もあっていいよね。みんな疲れてる？昨日いっぱい興奮してほんまそう。そういう日は誰だってある。優しい。そういう日は誰だってある。そうだよ。お母ちゃんが言うんだからよっぽど疲れた。え、私なかなか言わん？疲れたって言わんかも。コカはアイス派かき氷派？いや完全にかき氷派です。え、なんでじゃろうね。アイスとかき氷、いやあのね、アイスはあの食べれる日と食べれん日がある。結構かき氷、何？アイスはなんか頑張って食べるぞって感じ。夏はかき氷、あの甘ったるいってか、なんかあれがなんか苦手なんだ。わっ、かき氷好きってた。かき氷いっぱい来た。どうぞどうぞ。どうもどうもありがとう。嬉しい。かき氷ほんまに。アイスボックス、マツダスタジアムでずっとコカーのゼッケン来てたよ。カイコカ普及活動ありがとうございます。え、嬉しい。マツダスタジアムにいた時に、あの昨日マツダスタジアム行ったら、まあ、カープのユニフォームだけを着てる人じゃないじゃないですか。12球団オールスターゲームじゃけえさ、オールスターゲームじゃっけ、いろんな球団なんか来てからね。え、もう全然なんかいろんな人がいました。面白かった。なんかハロウィンみたいな服着てる人もおったんやけど。暑いからかき氷食べちゃった。いいな。食べたかった。食べようと思って、お昼に起きようと思ってアラームかけたんだけど、起き上がる方がしんどい。ハロウィンみたいな服着てる人いましたよ。ハロウィン気分。オールスターの T シャツ特注で名前入れて買ったんですかって書いてある。端になってるけど。STU の人が STU の人で準備してもらったんだけど、みんなもらえるの？感染証書、証明書、感染証明書。すごい記念のマツダスタジアムセレモニー。お宝、明日からプロ野球後半戦スタート。ほんまにそうよ。コメダのかき氷食べて寒くならない？え、てけもう凍えながら食べるんよ。凍えながら食べる。え、これは関係者のみなのかな、どうなんだろう。分かんない。もう凍えながら食べるよ。知り合いのおじさんがシチューの子出てた。真ん中のこうめっちゃカープ好きなんじゃねって言った。ほんまに？カープ。証明書もらいました。
店員にかき氷部、あ、かき氷部ってあだ名つけられ、いやそんな店員おらんやろおらんやろ、思ってもそんなあだ名わざわざつけんやろ、何人もお客さんおるのに。あ、こんばんは。こ、暑いね今日。でもどんどん日に日に暑くなる。ごきげんよう。よいしょ。ナンバーワンとナンバースリー、マイと地方やない？こんばんは。こんばんは、うん、ここはカープ、梅雨が明けたからジメジメだけなくなってほしい。え、なんかさ、梅雨明け、あ、そう、梅雨明けのね発表があった時のなんか報告の方法で、梅雨明けをしたと見られました、あ、梅雨明けしたと見られたと発表がありましたって、こうわざわざこう梅雨明けの発表がありましたって言わんのはなんかあるんですかって、気象庁がそうやって記載するのはなんか理由があるんですかって言ったら、きょ、例えば去年の、うん、そこ大事ならしい、例えば去年の梅雨明け、うん、明けたんよ、昨日明けたらしいよ、6日早くで昨日明けたらしいんやけど、なんか例えば去年だったら6月え、これ自信ない時だけど、6月26日とか、あ、違う、6月20何日18、あ、10何日、6月10何日のそのあの梅雨明けの発表があったのに、実際に梅雨明けしたのは1ヶ月後の7月何日とかの1ヶ月梅雨明けの発表が違ったんですよ。うん、なるほどと思って、確かに後出しね、後出し発表、そうよ、変更する可能性がね、何をもって梅雨明けてんやろ。笑顔ですよ。なんとなくな、まだ自分のところは梅雨明けしてないよ。あ、広島はね梅雨明けしたって言ったけど、で来週もまた何、来週もまたあれらしいよ、ジメジメして蒸し暑い暑さって、広島はね。猛暑猛暑猛猛暑、え、待って、明日は東京ですよね、明日東京でスイパラ、東京のスイパラでイベントがあるんです。で、あさっては ショールームでイベント、あ、配信、うん、エビエビで、エビエビでやるんですよね。うん、外れたって落ちたって人も多いんだ。ここももそうよ。じゃあ明日もコーヒーフロート飲もうかな。コーヒーフロート、私もまだ自分ココアフロート飲んでないんですよ、まだココアフロート嘘飲んでないんですよ。自分も落ちたって、笑顔ですよ。
あ、なんか試供品みたいな、あの出る前か、飲んでない、あ、飲んだけど、あれ飲んだ、なんかあれから変わったんか変わってないか知らんけど、本ちゃんのやつは明日飲みますよ。明日初飲み。ココアフロート嘘が一番優しい味だった。え、どういうこと？ん？あ、甘いものたちに囲まれてね、一番スイパラ、甘いものたちに囲まれた中でコーヒーフロートというね、苦味はオアシス待って、前もなんかオアシス言われたんやけど、スイパラ来てない、へー、いやさ、優しい嘘なんよ。本当にココアフロートだったら、ま、これまた違うかもしれん。みんながあの気使ってココアフロート美味しかったよって、甘くて美味しかったよみたいな。こんばんは。カーがお客さんにあーして回るんでしょう。え、そんなスペイベなんですか。かゆ、かにこまると、コカーフロートのアイスはなくてもよかったいや、ココアやん。あー、もう次のコラボメニュー決まったね。ココアかっこ嘘みたいな。え、どうですか。次のやつ決まりました。ココアかっこ嘘です。 もはやフロートじゃなくなる、いや、ナイスじゃないやろ、また嘘なのかって。でも絶対みんな欲しくなるって。ただのコーヒーってなっちゃうか。フロート抜き、あ、コカフロートかっこフロート抜き何が来るんって。コーヒーが来ます。笑顔ですよ。うん、食べ物だったら何だったかな。餃子、おつまみで、なんか餃子とか食べたくならん、ならんかな。たまに食べたくなる。かき氷、さつまいも、大学芋。え、何が好きな、好きなものだったら、え、好きなものだったら何だろう、うん、カニカマえ、カニカマ好きだけどね。え、お好み焼き？うん、お好み焼きも好き。お好み焼きも好き。好きなデザート？うん。好きなデザートは、揚げもみじ確かに好き、うん、鬼まんじゅうえ、なんかさ、そのなんかスイパラでさ、なんかあるようなさ、スイパラで出すような、なんかあんまいないかもね、私の好きな趣味みたいな、好きなものが、
スイパラ向きじゃないなんか多分。キャベツだけ出てきたら震える。あ、嬉しすぎて震えますか。わ、あと2分と。ちょ、ランキング読むわ。13位エリアス、12位チャーリー、11位ガック、10位マコト、9位はサミン、8位タケマサ、7位マキマキ、6位トシキ、5位タカ、4位ノッシー、3位ポクレンパサラン、2位コニョ、1位はキブ BH。 ありがとうございます。配信見てくれてありがとう。スイーツメニュー考えとく。え、代わりに、いや分からん、それどこであれするん、どこでやる、どこで披露する、次のためにか。いや、次なんだろうな、次とかあるかな。普通になんか STU カフェとかできたら、つって本当にやっぱココアフロート嘘必要だと思うよね。働きたい、働いてみたい。それできたら配信ありがとう、見てくれてありがとう、みんな。バイバイ。明日のイベント楽しみましょうね。おやすみ、バイバイ。勝手に終わるのかなこれ。終わらん。